ネオマジックはアメリカの半導体メーカー。本社所在地カリフォルニア州サンタクララ。かつてモバイルビデオチップ市場で大きなシェアを持っていた。本校ではモバイルビデオチップを中心に取り扱う。いち早くエンベデッド構造を採用し、ビデオメモリを統合したモバイルビデオチップを出荷していた。3D 性能は低く、ダイレクト 3D にも対応していなかったが、安価で。 実装面積が少ないという特徴を持つ。このため、Windows95 から Windows98 の時期には、多くの大手メーカー製ノート PC で採用された。しかし市場が、ノート PC に対してもより高い性能を求め始め、高性能なグラフィックコアを持つ ATI や S3 といったデスクトップ向けビデオチップメーカーの、モバイル市場への参入と、統合チップセットの進化により、 同社は2000年に PC 向けビデオチップ市場から撤退した。以降は小型デバイス用メディアプロセッサ事業などを行っており、PC 向けチップは手掛けていない。マヒクグラフ 128XD ナノメートル 2160C マジックメディア 256AV ナノメートル 2200CA128 ビットのグラフィックエンジンを持ち、インターフェースは PCI。 2MB のメモリを統合する。最終版であるマヒクグラフ 128XD のみ、オープングルに対応する。128ビットのグラフィックエンジンを持ち、インターフェースは PCI。2.5MB のメモリと AC97 準拠のサウンド機能を統合している。マジックメディア 256XL では 6MB。 マジックメディア 256AV では 3MB のビデオメモリをチップに内蔵する。ありがとうございます。